どうも、ショータムです。お世話になっています。今日の動画なんですけども、まあ普段ですね、爬虫類の投稿が多い中でですね、まあちょっと珍しく猫のサムネだったと思うんですけれども、まあタイトルをご覧いただくとわかる通りですね、まあちょっと、まあ暗めな話にはなりますが、まあ実はですね、これ結構、今回お話しするこのですね、病気というのは、まあ、ヤフーニュース等でも取り上げられるくらいですね、まあ、ちょっと、昨今、まあ、犬猫界隈を、まあ、にぎわせてると言ったら変ですけれども、まあ、ちょっとね、話題となっていることなので、まあ、参考になればなと、この動画を見て、何か参考になればなと思いまして、動画を回させていただきました。まあ、最後までね、ぜひともご覧いただけたらなと思います。では今日の動画も行ってみましょう。はい、ちょっと話がメインになってきてはしまうんですけれども、ぜひとも、まあ、例えば普段ね、爬虫類しか飼育していない方でも、こういったことが、哺乳類の中にはあるんだなとか、そういったね、感じで聞いていただけたら嬉しいです。まずですね、我が家にいるヒマラヤンのポーちゃん、皆さんご存知でしょうか。まあ、たまーにね、動画の端っこの方にこう映ってたりだとかする、白くてね、まるでタンポポの綿毛のような、白さから、ポーと、ポポと名付けて、まあ、家族では、まあ、ポーというあだ名で親しまれてます。ことの始まりはですね、ポーちゃんをお迎えして、まあ、間もなく2年になるかならないかくらいの時ですね、今年の2022年の、最初、まあ、1月に起きました。その時ですね、そのポーちゃんの様子を見てるとですね、なんかまるで肩でこう息をしていて、見るとですね、こう口が開いてる状態だったんですね。すごいね、呼吸を苦しそうに苦しそうにしていてですね、まあ、なんか様子がおかしいなっていう風に家族でなりました。で、まあ、時折ですね、普通に呼吸してる時もあるので、まあちょっと様子を見ようかみたいな風に思っていたところ、まあちょっとですね、やはりその呼吸をする回数が増えてきたりですね、口で息をすることが増えてきたので、これはなんかおかしいなと思ってですね、すぐに病院に連れて行きました。で、まあ近くにあるですね、まあ本当によくある動物病院さん、まあいわば我々人間でいう町医者みたいなところに行ったんですよね。その時にですね、いろいろとまあレントゲンですとか、まあいろいろと検査をしたところですね、まあ胸ですね、腹胸、まあお腹と胸って書いて腹胸って読むんですかね、この胸の部分くらいにですね、水が溜まっていることが判明しました。で、こう水が溜まっていて、まあこれを、まあいわば抜いてあげないといけないんですね。まあ、それが多分肺を圧迫して苦しくなっているんだろうということで、まあ最初その溜まった水を取り除く手術をしました。ただですね、いろいろと検査していったところ、この水っていうのは一回抜いただけじゃ止まらないと。まあ、いわば多分ずーっと溜まり続けるであろうというふうなことになりまして、まあ、おそらくその原因というのは、まあ、うちではもう調べきることができないですっていうふうに言われてしまいました。なので、その病院の先生には、新しい、まあ違う、まあセカンドオピニオンっていうんですかね。まあセカンドオピニオンは次の病院を紹介していただいて、まあその病院では、すべての治療を終了しました。で、次ですね、さらに、その犬猫をですね、まあ高度な医療で見てくれる、病院さんのところに行きました。で、まあ、胸に溜まっている水ですとかをこう抜いて、チェックしたんですね。いろいろとさらに精密検査をかけたんですよね。そしたらですね、まあ、あることが判明いたしました。まあ、それがですね、猫伝染性腹膜ウイルス、通称 FIP というふうに呼ばれるんですね。まあ、わかりやすく言うとですね、猫コロナになってしまっていたんですね。猫コロナウイルスですね。まあ、これが原因だと。まあ、これの陽性反応が出てますというふうに言われました。で、この猫コロナウイルスなんですけれども、現状、この、病院では治すことができませんというふうに言われました。で、その動物病院さんは、まあ、日本の中でもかなり高度な医療を持っている動物病院さんで、
その動物病院さんからは、約あと1ヶ月後には、死に至るでしょうというふうに言われてしまいました。まあもう本人の免疫に頼ることほかないかと思います。まあ、もう 99% 死に至ると思いますというふうに診断を受けました。で、申し訳ございませんが、打つ手がございませんというふうにですね、診断を受けました。で、まあ、ポーちゃんの体にはですね、本当に胸の水を少しでもね、抜いて、呼吸を楽にさせてあげるためにですね、体の外と体の中にこう、その水が溜まる場所にですね、こう、間にこう、管を繋げた状態ですね。もう本当に体の中を通って管があるような状態で、この、外に出ている部分の部品から注射器などを刺して、水をこう抜いてあげるっていうことを毎日してあげないといけないっていう形になってしまいました。で、まあこの猫コロナウイルスなんですけれども、まあ私たちが調べた、中での知識でのお話をさせていただくとですね、生後間もない、猫に発症しやすいと。で、これはですね、一応、他の、例えば、猫と、まあ、うちもう一匹ですね、猫でトロちゃんっていう、同じヒマラヤンの女の子がいるんですけど、まあ、その子にですね、対しては、うつる可能性っていうのは低いですというふうに言われたんですね。まあ、例えば、兄弟ですとか、そういった血のつながった、猫がこう、一緒に住んでいると、まあ、こう、うつる可能性っていうのはあるんですけど、血のつながってない猫同士で、ある程度のさらに性病となっている、まあ、大きい猫、まあ、大人の猫ですね。大人の猫となっている場合は、まあ、その可能性っていうのは低いっていうふうに言われまして、まあ、一応その他の個体に FIP が、FIP っていうね、この猫コロナウイルスが、伝染するっていう可能性は、まあ、基本的に低かったといった形になります。で、現状ですね、この治療薬、この猫 FIP と呼ばれるですね、その病気のこの治療薬っていうのはですね、まあ、実は日本にないんですよね。日本にないって言われてて、でそれで、すごくね、まあちょっとこの FIP っていうのはすごく今猫犬猫界隈では話題になっている、まあ、病気の一つとなっています。でまあちょっとどうしてもですね、まあ今もういきなり余命宣告をされたわけですよ。まあ本当に家族全員でポーちゃんを可愛がっているので全くもって受け入れられなかったんですね。どうしたらいいかわからないっていうか、本当このまま死んでしまうのかみたいな、信じられないみたいな。今まで正直な話、猫何匹も飼育したことがあるんですよね。でうちの母も猫何匹も飼育したこともあったりとかして、いろいろ生活してますけど、過去にそんなことが一度もなかったんですよ。はい。で一度もなかったので信じられなくて、なんとかならないから、なんとかしてあげたい、なんとかしてあげたいっていう風になって、いろいろこう調べていたところですね、ある病院さんに出会ったんですね。で、その病院さんでは、まあ、実はその FIP、猫コロナに対するその治療薬を一応その、持っていますと。で、今まで100匹ほど診察してきましたが、ほぼほぼ、100匹中95頭、97頭、まあ、95とか97頭くらいだったかな、は完治してますっていう風に、お伺いしました。わらにもすがるような思いで、もうその病院さんに問い合わせして、で、こういう診断を受けて、現状こういう状態なんですっていう話をさせてもらったところ、すぐに連れてきてくださいって言われて、すぐに連れてったんですね。で、その連れてったところ、いろいろとこう診察結果、もう一度診察してもらったところ、やはり FIP ですね、猫コロナに感染してますということになって、で、その猫コロナになってます。ではその治療を行っていきますっていう風になった時にですね、まあちょっと、まあここが犬猫界隈で物議を醸しているところなんですけれども、この薬がですね、未認可の薬なんですよね。まあこれ別にですね、犯罪っていうわけではないですよ。別に、もちろんこれあらかじめ言っておきます。別に法に触れてるわけではないんですよね。ただですね、未認可であるがゆえにですね、まあやはり、高額なんですよね、値段が。まあその値段がすごく高額になってまして、まあ正直な話、まあ
通常の例えば犬猫の治療とはですねかけ離れたような値段になります、正直で、まあでも本当にこの子の命が助かるのであれば、まあ私は、まあ家族全員でこの子の命が助かるのであれば、本当にやりたいというふうになって、で、治療を行いました。で、その治療が、約80日間、自宅で、まあもちろん病院に診察も通うんですけれども、診察通ったり、あとまあ家で80日間薬を飲まし続けないといけないんですね。1日も欠かさず同じ薬を、まあ飲み薬なんですけど、飲ませないといけないっていうことになってまして。で、いろいろとこう、まあ病院に通いながら検査を見ながら、こういろいろとさ、診察してた結果、うちのポーちゃん、その FIP、治りました。陽性反応からマイナス判定に、変わりました。まあ本当にですね、すごく正直だし、今も元気に一緒に暮らしてくれてます。何事もなかったかように、あのことが嘘だったかのように生活してくれて、本当に嬉しいです。で、まあもちろん、嬉しい気持ちもたくさんあります。で、やっぱりね、いろいろと、うん。まあ、この治療するにですね、まあ、葛藤というか、いろんな思いがありました。正直、未認可の薬って大丈夫なのかなとか、未認可であるがゆえに、例えばなんか、ね、本当は、なんつってかいいですかね。なんかちょっと、考えなきゃいけないこともいっぱいあるだろうなっていうふうに、すごくいろいろ思ったんですが、ただ、やはり、背に腹は変えられないと。本当にうちの子が助かるのであれば、本当に、その薬がどんなものであろうとも、やっぱり、まあ、治療を受けたいと思って決断し、家族で相談し、決断して、その治療を行いました。で、やはりですね、いろいろと、あれから、その上からですね、いろいろと調べました。確かに未認可であることに対してですね、すごくやっぱりこの獣医師会ですか、の中ではですね、かなり物議を醸しているそうです。で、やっぱりですね、その物議を醸しているがゆえにですね、まあ本当にそれをね、使っている病院さんが正直な話、やっぱり多分叩かれていることもあると思うんですよね。なんか未認可の薬をか、使うのどうなんだみたいな感じで。でもまあ実際に治っているからこそも、治っているからこそ、やっぱりその評価されている部分もあって、難しいところにあるんだと思います。まあ今回ですね、まあ私たちはその未認、その薬に関しまして使用するといった、まあ、使用して結果治ってくれました。で、本当にですね、治ってくれてよかったなと、本当にその治療を行ってよかったなと思っています。で、同じくですね、FIP でね、いろいろとこう検査して、いろいろと調べてるとですね、FIP で悩んでる、飼い主さんがたくさんいらっしゃいました。中にはクラウドファンディングをして、うちの猫ちゃんを助けてくださいといったですね、お言葉もたくさん目にしました。で、もう本当にですね、まあなんか、いろいろと物議を醸しましたが、私の中では治療するという選択肢に至りました。まあ、皆さんだったらどうなさいますか？まあ、本当に自分の家族が助かるのであれば、治療を行うのか、はたまた未認可の薬をするのはどうなのかというふうに考える方もいらっしゃると思いますが、皆さんのね、ご意見をいただけたら幸いです。はい、今日の動画はですね、このような形で、まあちょっと、まあ喋りがメインなようなね、動画になってしまいましたが、まあ、一人でも多くの、この、なんですかね、FIP で悩んでらっしゃる方ですとか、この動画を見てですね、そういった病気の存在を知ってくださったら幸いです。まあ少しでもですね、こういった動画で何かしらお役に立てれば幸いです。まあ今回はちょっとね、猫の動画となりましたが、爬虫類を飼育している皆様方にもこういった病気があることをぜひ知っていただきたいなと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。See you next time! バイバイ!